なんか自分の、表現方法っていうのが一つできるとすごく自信にもなるし自己分析ができてすごく良かったなって思ったのが私の経験なので、まあなので今日はそういうのをテーマにしてやっていきたいと思ってます。ファンク最初にアップで使っていきたい。Bye.
てもちゃんとグループが見える踊りができるようになったっていう思い出は、小さくしたり大きくしたり